和気清麻呂像、森尾神社霊獅師の長寿者、森尾神社は、京都府京都市上京区にある神社である。旧社格は別格官兵社。和気清麻呂と姉の和気広虫を主催神とし、藤原桃川と、道、と夜長を廃止する。森尾神社は、和気市の創建による、高尾神王寺境内に作られた、和気清麻呂を祀った、森尾前進者に始まる。 正確な創建の年代は不詳である。若清まろと姉の広虫は、宇佐八幡宮信託事件の際に流刑に、処せられながらも、皇統を守った。公明天皇はその功績を称え、開江四年、若清まろに、森王大明神の信号と正一くらいという、最高位の神会を授けた。天皇自らが、人心に対して、神会を授けたのは、これが初めてである。 明治7年、森尾前進者を森尾神社に改称し、別格官兵者に列格した。明治19年、明治天皇の直命により、京都御苑浜栗御門前付近にあった区下の中院下の邸宅跡に遷座された。大正4年、大正天皇の即位の際に、広虫が合衆された。広虫は、古事救済事業で知られることから、子育て明人と呼ばれる。 和け清丸がさへ入るの際に、道京から送り込まれた四角に襲われたのを、突如現れた三百頭のイノシシによって、何時を救われたとの伝説から、明治23年から、狛犬の代わりに、狛犬の死が置かれており、イノシシ神社の俗称もある。そのため、イノシの参拝者は、例年よりも増加する傾向がある。境内には、狛犬の死の他にも多くのイノシシにちなむものがあり、 全国から奉納されたイノシシのぬいぐるみや木彫り等が祀られている。日本銀行券として、かつて発行されていた十円紙幣は、1890年から1945年まで、発行されたものは一貫して、和気清丸と森王神社が描かれたが、そのうち1890年に発行されたものは、表面の悪模様の中に八頭の小さなイノシシが描かれ、 さらに1899年に発行されたものは、裏面に大きなイノシシが一頭へ描かれた。十円紙幣は、その後1915年発行のものから、イノシシが描かれなくなったが、その後も含めて、和け清丸の肖像画が描かれた十円紙幣は長らく、イノシシと、俗称された。境内には休憩所とバリアフリー対応のトイレが、備わっている。式が行え、 その場合には境内に祀られている人力車に乗ることができる。上述の清丸公が死角に襲われた際に足に傷を負ったが、イノシシが去った後に足の傷も癒えた故事に由来して足腰健康の神社としても知られる。長寿者のイノシシの花を触ると足腰が良くなる。再びここに戻ってこれる等のご利益があるとされる。境内の一角に足型の石が敷いてある。本殿。 拝殿社務所、会館、宿舎者、警察消防小婚者等、サザレイ師などがある。境内は自由に見学できる。境内の本殿、拝殿などの建物は、明治19年移転時の頃からのものである。長寿は、例、イノシシ長寿者とされ、イノシシから水が出てくる。このイノシシの花を撫でると幸せが訪れると言われる。古神種には、 ご神木のカリンの好みを使ったカリン種がある。明治天皇によって定められた和気清丸を忍ぶ祭事。4月4日に行われる理由は和気清丸の命日を原古読みに改めた日に当たるからである。境内での三列は神社の会員のみしか見ることはできないが、ご所見礼も今へ向かう宇佐神託宅上の儀の行列は誰でも見学可能。 例祭は11時から14時の間に行われる。行列は風流兵行列、イノシシ行列とも呼ばれ、参列者は、イノシシの陣羽織を着て歩く。神前にごま、小豆、栗のご玄著と呼ばれるイノコ餅を備えた後、イノコ餅を皇室献上のため、京都御所へ、朝鎮行列を行うというもの。神社に戻った後は、著者餅食ってほしいほしい。 分けさんを出ましえしえしと歌いながら、胃の子持ちをついて参列者に振る舞う。由来は、平安時代に、胃の月、胃の日、胃の時に餅ちを食すると病気にならないと考えられていたためである。ありがとうございます。